皆さんこんにちは、エビスタです。この動画では Windows 10の再インストール方法をですね、お伝えしていきたいと思います。特に個人アカウント、組織アカウント、個人用組織用の選択を間違えてしまったというふうにですね、質問いただく方が多かったので、その方に向けていろいろやり方はあるんですけど、もう Windows 10をですね、初めから再インストールしてもらっちゃうのがいいんじゃないかなというふうに思っています。前提としては、もちろん再インストールしてしまうとデータが消えてしまったりしますので、データはきちんとクラウド上に上げてあって、入れ直しても大丈夫という状況を作っておいてもらう。これが非常に重要だと思ってます。ウイルス対策とかもありますしね、ウイルスのマルウェア、ウイルス等に感染した疑いがある。そういう時でもデータはすべてクラウド上に置いてあるので、いつでも自由に再インストールできる。そういうふうに、しておいてもらうのが非常におすすめです。でですね、Windows 10の再インストールに関しては、USB ですね。USB の、中に Windows 10のインストーラーを入れといてもらって、USB から起動して、Windows 10を再インストールするという手順がおすすめです。その手順を、お伝えしたいと思います。まずはじめに Windows 10のですね、インストーラーを作ります。簡単に Web からツールがダウンロードできます。Windows 10 USB ぐらいで検索してもらうと、 Windows 10 USB インストールぐらいですね、Windows 10のダウンロードというマイクロソフトの公式のページが出てきますので、そちらを利用してもらうといいと思います。ではですね、で、PC への Windows 10のインストールツールを今すぐダウンロードということで、ツールがダウンロードできます。いきなりもう実行してもらっちゃって構わないですね。そうしたら、同意するをクリックします。本当はちゃんと読んでください。はい、実行する操作を選んでくださいという画面に来たらですね、この PC をアップグレードするのではなくて、下の方ですね、別の PC のインストールメディアを作成する、USB フラッシュドライブ、 DVD または ASO ファイル、こちらの方ですね、こちらを選んで次へ押してください。で、言語アーキテクチャエディションの選択に関しては、日本語で Windows 10で 64bit との組み合わせで、ほぼ間違いありませんので、それを選んでください。もしもこれが違うのが出てる場合にはですね、チェック外して変えてもらうといいんですけど、この場合はこれでいいでしょう。はい。で、使用するメディアに関しては、USB のフラッシュドライブが、おすすめです。ISO ファイルでもいいんですけど、 ISO ファイルの場合にはそれをまた DVD に焼いて、DVD ドライブを接続してというようなですね、追加の手順がかかるかなと思いますので、分かっている方は選んでいただいてもよしですが、 USB フラッシュドライブをお勧めします。で、 USB のフラッシュドライブは、4GB だとですね、おそらく失敗します。で、少なくとも 8GB 必要ですって書いてありますし、8GB 以上のものを使うようにしてください。次をクリックします。で、今挿してないので USB フラッシュドライブが見つかりませんというふうになってます。ここで挿していきます。ここですね。今挿しました。で、ドライブ一覧を更新するのボタンを押しますと認識されましたね。はい。で、これを選んで次へといきます。ただ Windows 10をダウンロードしていますということですね。で、 USB の中に、Windows 10のイメージ含めてインストーラーを入れてくれるということになります。これ結構時間かかりますので、のんびり待つようにしてください。はい、 USB フラッシュドライブの準備ができました。完了ボタンを押します。
はい、これで USB の中には Windows 10のインストーラーが入ってますので、この状態で USB から起動すれば大丈夫ですね。USB から起動していきましょう。はい、USB ディスクが準備できましたので、PC の電源を一度切って、今から USB で起動していきたいところです。それをするためにパソコンの BIOS で、USB から起動するように設定をします。BIOS の設定画面に入るやり方はですね、PC ごとに違うんですけど、まあ、F1 とか F2 とかですね、その辺を起動時に押すと入れるものが多いと思います。今バイアス設定画面に入りました。これで、どこを見ればいいのかっていうのがあるんですけど、このやつだとですね、ブートっていうのがあるので、ブートで、このブートのオプション1ですね、1をフラッシュドライブにするという感じにすると、まず USB ディスクから起動するぞという感じになりますね。1,2,3 とこれだとこういう感じで設定します。これですね、これで、USB から起動するようになってますので、はい、保存して終了しますと。でこの状態で、普通にパソコンを起動していくと、中のハードディスクあるいは SSD ではなくて USB の方から起動してきてくれます。これで Windows のセットアップの画面になりました。インストールするのは日本語、時刻と通貨も日本語、このまま行っていいですね。で今すぐインストールすると、ライセンス認証の画面になりますけれども、Windows を再インストールする場合はプロダクトキーがありませんを選びますとなっておりまして、今回の場合だとこちらを選んでもらって大丈夫なケースが多いと思います。でインストールするオペレーティングシステムを選択します。今回は Windows 10 Pro を選択します。同意しますにチェックを入れて次へをクリックします。今回 USB のインストールメディアからブートしているので、アップグレードの方は選択ができません。カスタムの方を選択していきます。はい、ここで Windows のインストールの場所なんですけれども、既存のドライブに関しては選択してもですね、インストール先として選択することができません。次は押せませんね。でデータはすべてクラウド上に保存してもらっているっていうことが前提ですけれども、個人的にはですね、もうすべて削除してしまって、もう新規に一からですね、きれいにインストールするというのをお勧めしています。実はこのパーティションのですね、切り方なんかも、Windows 10のエディションによって変わったりですとか、いろいろと再インストールしやすいようにするために、初期化しやすいようにっていうところです。いろいろと構造が変わってたりします。なのでデータは全てクラウドに逃がしておいた上で、もう全部削除して、もう何もない状態からここに新規に Windows 10をインストールするというのがおすすめです。はい、ここで再起動しますけれども、USB ドライブをですね、ここで抜いておいてもらった方が個人的にはおすすめです。ちょっと変なところから起動する可能性もありますのでね。次は、内蔵のハードディスクあるいは SSD から起動したいタイミングということになります。
はい、ここまで来ればですね、あとは初めに Windows PC を買って初めのセットアップをした時と全く同じ状況になってますので、まあ、今回は、きちんと個人用組織用を含めてですね、設定を選ぶということをしてもらえれば大丈夫だと思います。